透明な海の上を冒険する天国船ツアーが最高でした。どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。今回宮古島で伝統的なサバニ船って船に乗ったんですよ。これね、絶対死ぬまでに行った方がいいです。マジで船が浮いてるように見えるくらい透き通った海を進むんですけど、ウミガメとか巨大エイまで見れたりするらしいんです。プカプカ浮きながらコーヒーブレイクしたり、海水でフルーツ洗って食べたり、もういい大人が大興奮です。あとね、マングローブガニっていうカニのコースを食べたんですけど、これがまた美味しくて天才なんですわ。到着。秘境感すごい。すごいね。到着。いいじゃん天気。今日雨予報だったのに持ってるね。よかった。天気大事よマジで。あとね、ここの前はね、あのカメも、ね、見えるので、楽しみ。この辺でジュゴン見れるってすごいね。ジュゴンって野生でいるもんなんだね。ジュゴンってなんか空想上の動物かと思った、ね、ポケモンだよね、うん、見れるといいな。やばいこれ、ピチピチじゃん。相当圧迫されるんじゃない。よかった、いけ、全然いけ、よかった、よかった、よかった。切れた、うん、なんか、うん、別の着てる。上半身詰まってない。なんかサイヤ人みたいになってる。一周して。サイヤ人コーデ。サイヤ人コーデ。まなみさん行くよ。はい。今からあの船乗ってきます。滑りやすいですので下の方ですね。壁伝いで。おお。よいしょ。おお。乗船。よいしょ、気をつけてね。はい、どう、ワク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 。おお、出航だ。出航だ、イエイイエイ。行ってきます。行ってきます。海も綺麗だね。ねえ、旦那様場所をチェンジしてもらっていいですか。はい、真ん中首になった。めっちゃ海透き通ってる。すごいね、綺麗だね。ここはですね、湾内なので、この辺りで一番濁ってるポイントなんです。ここで濁ってるんですか。宮古島すげー。すごいね。実はですね、私が子供の頃は、はい、ここまでビーチだったんです。すごい勢いでね、やっぱり海の自然って壊れてる。自然の移り変わりとか、また文化も合わせてね、皆さんと一緒に対戦しながら楽しんでいただけるなっていうのが狙いなので、お願いします。はい、ありがとうございます。これ立てるんだって。転ばないでね。はい、すごい。全然景色違います。違いますね。すごい綺麗。やっぱ上から見る景色違う。本当に、うん、はい、立ってみて。いけるかな、いけるかな。おー、いい景色。どうですか、上からの景色は。マナミを見下すっていいね。すごい、これは来てよかった。もうすでに来てよかった、ね、めっちゃ海も透き通ってる。ウミガメもいるかもなんだって。ねえ、見たいね。ね、サバニーでしか入れないエリアに行くんだって、うん、そうなんだ。普通の船だと座礁しちゃって入れない。へえ、すごい、この岩が点々とした。ね、すごい、なんか異世界に来たみたい。わかるそれ。すごい。子供の頃は初の落とし子が、この日はいっぱい取れるぐらい見ました。初の落とし子、ここら辺ウミガメスポットらしいよ。カメいるかな。30分に1回呼吸しに上がってくるんだって。そうなんだ。じゃあそろそろかな。どこだ、黒いのサバニの前。あ、いた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 。すごい。おお、なんだ。早めっちゃ早い。見れた見れた見れた。めっちゃ早かったね。ね、すごい、ピューンって飛んでった。多分食われると思ったんだろうね、私に。えいで。その危機感は正しかった。あ、すごい、めっちゃ見える。すごい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 。おお。
次17エンド向かうって。あの絶景スポットで有名な。私たち何回か宮古島来たけどさ、17エンド行こうとしていつも道が分かんなくて迷ってたんだよね。確かに、まさか海から初めて行くとは ね、 念願の17エンドですよ。おお、橋くぐります。わあ、17エンド。おお、なんかめっちゃ貴重な体験。ね、わあ、すげえ。タイムのお時間です。コーヒーブレイクと言いなさい。海の上でコーヒー飲めるんだって。サバにコーヒー贅沢。しかもここが今透明度がめちゃめちゃ高い。いやー、すごい。こんな優雅なコーヒーブレイク初めてだよね。ありがとうございます。水産とではないので美味しいと思います。わーい、やったー。じゃあ乾杯。乾杯乾杯。あ、美味しい。深いね。深いね。うん、サバにコーヒー最高。何もしない時間いいね。うんうん。おー、これがパパイヤ。手に取っていいですね。あー、大きい。結構ずっしりしてるんですね。そうですね。まだね、時期的には早いんだけど、夏になったらもっとたくさん出てきます。パン付きだから行きましょう。え、そのまま海水すごい。まあ、もしよければガブッと皮ごと食べるんです。皮ごと。で、島ではこれ食べると女性美人になる。いや、これは食べなきゃ。風がね、すぐ治っちゃう。なんとね、なんか脂肪をすごい溶かすらしくて、すごいお腹が痩せる。いや、勇気も食べなきゃ。 ありがとうございます。ありがとうございます。皮ごとガブッといってください。これもガブッといったら美人になるんだって、うん、しかもこれガブッといったら脂肪が溶けるらしいよ。私たち夫婦のためのフルーツみたいなもんだね。いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。すごい、初めて食べる味ね。超好き。美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。海水につけると、ね、美味しいですよ。これ塩気が増すんですか。そうですね、さらに甘みが増すんです。へー、いただきます。このポイントじゃないと美味しい。うん、うん、美味しい。うん、つけるバージョンとつけないバージョンどっちが好き。つけるバージョンの方が甘くて好き。へー、美味しい。これは何個でもいける。食べれば食べるほど美人になるらしいから。8。おー、いや本当はね、この種もね、少しは食べるといいんですよ。すごい体にいいんですよね。ありがとうございます。すごい美味しそう。まだそんな甘くないかもしれないですよ。ちょっと時期がね、早いんで。海の上で食べるってだけで美味しさが3割増しですね。パパイヤ美味しそう。このさ、スプーンでくり抜いて食べるっていうのもまたいいね。これもこの海で洗って食べると、危ない。落としそうになった。やめて、やめて。大事な大事なフルーツなんだから。いただきます。うん、おいしい。おいしい。いいわ、南国感じてる。いいね、うん、最高だね。ね、私の分も残しといてね。ね、私の分も残しといてね。聞いてます、お兄さん。ちょいちょいちょい、はいはいはい、もうストップ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 、はい、終わりです終わりです、ストップですストップです。怒るよ。ずいぶん素直だね。怖い。いただきます。うん、まあ、どう、力で奪い取ったパパイヤの味は最高です。最後食べようとしてる、もしかして。最後食べよう。あー、完食。家帰ったら覚えてろよ。宿じゃなくて家なんだ。宮古島中は楽しく行きたいから。ごちそうさまです。
まなみさん、はいはい、17エンドがこんな近くに。これが噂の17エンドか。私たちがたどり着けなかった。上陸してみます？できるんですか？すごい、上陸してくれるって。え、めっちゃいい。行こう行こう。上陸だ、上陸、上陸だ。おーおー、上陸上陸。どうどうどう、良き良きです。じゃあ私ここに住むからありがとう今まで。じゃあね上陸。おいとっ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 と。おお、あどうでっか。ここが無人島か全然有人めっちゃ人いるからあ、似合うじゃん。俺にくれるの私より似合うよ。確かにその自信はあるめちゃめちゃ海の透明感がやばいね。え、綺麗。風がない日とか、うん、波がなくて船が浮いてるように見えるんだって。これはさ、風がない天気の日にリベンジしたいね。ねえ、宮古島住みたい。住みたいは分かる。あれ、何食べようとしてるんですか、お兄さん。あれあれ、なんか一人一かけらじゃなかったっけ。まるまる一個行き上がったな。うま、幸せそりゃ幸せだろうよ。奪い取ったまさか殴られると思わなかったわ話作るのやめてください。やっぱ人から奪って食べるフルーツは美味しい海賊の素質あるね17エンドの先端だよ。わー、17エンドの先端、すごい。17エンドエンドだね。17エンドエンド積もったウミガメの聖地に行ってきます。なんか海藻がたくさん生えてるからウミガメがたくさんいるらしい。ジュゴンはウミガメを食べるから、もしかしたらジュゴンもいるかもしれない。まなみさん、はい、いくら YouTube 撮ってるからってそんな撮れ高大丈夫だからねやめて、振り気をつけてね。やめてください、私そういうキャラで売ってないんでカメを追いかける執念がすごい見てる側はめっちゃ楽しい花火さんびしょびしょやん海入ったんじゃないかってぐらいびしょびしょ風が出てきて波が高くなってきたねあれ、お風呂上がりの方ですかたまに波で溺れそうになる全部顔面で受け止めてるからウミガメ見たいな。そうですね、たくさんいるんだけども、そうはね、あの隠れ気味です。うーん、サバニー歴何年ぐらいなんですか。サバニー界の10年ぐらいですかね。はい、4種だったら2年ぐらいです。何を取るんですか。カニを取ります。あ、カニ、カニ、そのカニが後で食べられるんですか。わー、楽しみこんな浅いところを船が通るってすごいね。ね、だって水深30センチぐらいだって。この地形を覚えてなかったら確かに座礁しちゃうっていう、ね、本当で、私この人生をサバニ船に捧げても運転できる自信がない確かになん確かにってなんだよあと生きた大きなカニも見てみます。見たいです、見たいです。帰ってきたね。帰ってきた、楽しかった、ね、ありがとうございました。引き潮だから岩が出てんのかな。ね、なんか味噌汁に浮かべたら美味しそうなこれね、岩のり的な感じだねめっちゃ楽しかった楽しかったね。ねえ、あれ、なんか楽しそうじゃん待って、これこっちから出てくるんじゃないの。楽しそうじゃんこっちから出てくるのかと思った。銃弾みたいのが飛んでるサバニ戦後のお茶ですね。もう口の中がしょっぱくてしょっぱくはぁ、あ、乾杯乾杯。もう口つけてたんだけどはぁ、あ、
マジで CM みたい。三ツ矢サイダー天然ミネラル麦茶とかじゃないんだこれだって麦茶だよねうまい、うまいね。マングローブガニ。おで近づくとジャンプしますから。ジャンプするんです。うん、やばいやばいやばい。これ指挟まれたらどうなりますか。指挟まれると吹き飛びます。やばなんか目が血走ってる私とどっちが強いかな。まあ木だったらあなただね。勝った。マナミさんの木の強さは世界一だから。ありがとうございます。おー出た。散歩敵意むき出しだ。あーうわうお怖っ。パチって言いましたね。すごい。じりじり逃げてる。ちょっと捕まえてみます。捕まえられるんですか。こんな感じだ。すごい、すごい力強いです。すごい、すごい、すごい、怖い怖い。わー美味しそう、美味しそう。やありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。お腹空いた。味付けも一切なしで蒸しただけ。そうなんですか。美味しそう。めっちゃ美味しそう。早く食べよう。豪華すぎる。早く食べよう。早く食べよう。待ちきれない。じゃあ食べますか。じゃあせーの。いただきまーす。あーもっちりしてる。美味しそう。あーたまんねー。あーたまんねー。もうたまんない。食べる前だけどね。うん。どう？カニ味噌が濃い。すごい。マングローブガニになって初めて食べる ね。カニ味噌が、うん鼻から抜けてく、うん、いやーうまい。まなみさんは何から食べる。私はカニの身食べようかな。いいね。これでさほじくるんだよね。うん、じゃあカニの身を贅沢にこの中に入れていただきます。カニの身はカニ雑炊に入れてもいいって言ったから取っといた方がいいよ。本当？じゃあちょっとこれっきりにする。あー贅沢。これやばいね。ほら、うわやば笑っちゃういやじゃあいただきます。カニワールドに浸ってた。めっちゃ美味しい。カニワールドって何美味しい。濃いね。そう超濃いよね。これはさビール飲みたくなるわわかるね。気づいた。何を。私のカニの方が大きいんだよね。気づいたよ。俺の方が最初大きかったから、うん、まなみさんの方が大きいカニ食べてほしいなと思って変えたあれだね。日頃よくしつけられてるね。うん、殴られっからやめてそのネガティブイメージ訴求。うん、まなみさん見て。うん、おー肉厚。うん、濃い。いいね。幸せですわ。余すことなく食べます。大事。カニの命に感謝して食べましょう、ねね。めっちゃ腕つりそう。なんかめっちゃ静かななと思ったらやばい、めまいがする。カニの身ほじるのめっちゃ体力使う。もうあなた 3,40 分ずっとカニの身ほじくって終わってるいや、あ、終わった。やっと終わった、うん、これからが本番だ。食べていい？ダメ私の40分を無駄にする気ですか。おお。ほらすごい。食べちゃって。いただきます。うん、幸せ。最高最高。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。おかわりしたい
ダメ元で聞いてみれば。おかわりしたいっていうようなボリュームじゃなかったけどね。すごいいっぱいあったよね。食後のお散歩タイム。いや、美味しかったね。本当に美味しかった。お腹いっぱいだよ。めっちゃいいこのツアー。でもなんかさ、自分の不甲斐なさを感じたよね。何それ。もっとカニの身剥くの上手くなんなきゃなと思った。カニの身剥くので40分、なんか本当自分不甲斐ないなと思って。まあ今日ウミガメも見れなかったし、また夏、リベンジしに行きましょう。絶対来る。じゃあリベンジしに来るぞ。おー、美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。美味しかったです。こんな美味しいカニ食べたの初めてでした。本当美味しかったです。バイ。どうぞもらって。ありがとうございます。やった。大切に貼ります。また遊びに来てください。はい、ありがとうございます。また来ます絶対。リベンジしに。はい。